コーヒータイム。今日はね、仕事なんですけど、ちょっとハンドドリップでね、入れようと思います。で、なんでハンドドリップかっていうと、まあ、単純にね、ちょっとスッキリしたやつ。クレバーのね、紳士式の方のドリッパーだと、ちょっとね、えぐみが出るんですよ。なんで、ちょっとそれがね、きつく感じる時があって、そういう時はね、ハンドドリップで入れようかなって。あ、今日の豆はね、オリジナルブレンドを入れてます。で、オリジナルブレンドにね、ちょっとブラジルがね、少しだけ余ってたんで、ちょっと足してます。で、そのね、えぐみを感じちゃうっていうのがあって、で、それで今日はね、ハンドドリップにしてるんですけど、ハンドドリップのね、利点はね、紳士式って、いつもね、コーヒータイムって撮影した後に、さらに4分間、蒸らしっていうか、その抽出の時間が必要なんですけど、この、ハンドドリップはね、まあ、抽出はね、この注いでる時間だけ。で、注ぐのも、その最初の頃はね、ドバッとポットで入れたりとか、蒸らしもなくみたいな感じでやってましたけど、今ね、そういうわけでもなくて、普通にね、抽出しちゃってるんで、今日ちょっと早めに、早めというか、ね、この抽出の速度を上げて、すっきりめのコーヒーにしたいと思います。でね、ここで、一定のね、入れたいところの速度まで行ったら、速度をね、入れる速度と。もう完了です。早い。はい。ちょっとね、ギリギリになっちゃった。外すのが遅かったからね、ギリギリになっちゃいましたけど。はい、今日のコーヒー。ちょっとね、かき混ぜないと、軽くね、かき混ぜてやんないと、どうしてもね、上下の抽出度の違いがね、出ちゃうんで。ハンドドリップは早くていいですね。なかなかんないってね、紳士式が放置できて、その放置してる間に、他の作業とかができるからね、いいなぁとは思ってたんですけど、なんだかんだ言って入れるの、ハンドドリップの方が早いっていうね。そういう、まあね、これはこっちでね、いいんですよ。いろいろとね、まあ両方ともね、ハンドドリップも、紳士式のやつも、まあ他のね、抽出方法も、利点がね、いろいろ変わってる、まあそれぞれあるんでね、まあ自分のその時のね、なんかいろいろと、なんていうの、その入れる選択肢っていうのがあれば、その時々のね、自分の気分にね、合った抽出方法をね、選択してやればいいだけなんで。これはね、まあ、その、なんていうの？選択肢をね、多く持ってるっていうのはいいことですよね。ということで、いただきます。はい、この間ね、このサドルを交換したんですけど、フィットボックスのね、で、そしたらね、なんかギシギシ言うようになっちゃったんですよ。このサドルがね。で、よくよく調べてみたら、ちょっとこれ外しますけど。ここ。わかるかな？ここのね、部分が。舐めちゃってて、こうギザギザになってて、で、ここが締め付けられることによって、ここのね、角度が固定されるってものなんですけど、このね、サドルクランプのところが、なんかね、もしかしたら俺の締め付けが悪かったのか、なんていうの？このはめ方
が悪かったのかもしれないんですけど、それでねちょっと削れちゃって、でいくら締めてもね微妙で、であんまりねこのネジっていうのをもう締め付けすぎるとこのネジが劣化してねちぎれるんで、トルクをかけすぎるとね、ということで、はい、新品のねこのシルバーのサドルクランプを買いました。これはね近くのね自転車行ったらもうこれ単品では売ってないとか言われて、でまあ仕方がないんでねアマゾンで取り寄せたやつです。500円ぐらいだったかな、そんなもんで買えます。ということで交換していきましょう。ほらこれまあ色がねシルバーだから分かりづらいですけど、こっちは潰れてないですね。でこれはステンレスじゃなくて、まあ、普通にスチールのやつですね。メッキしてある感じですかね。今回はちゃんとね変な風に削れないようにしっかりと合わせを見てやっていきたいと思うんですけど、これね新しいやつね、ネジここのねこのロックボルト、このねボルトがねこのタイプは一回締めたら緩みづらいボルトなんですよ。なんでそういうところもね今交換してよかったですね。これただのねこっち側はボルトなんで、でしかもねただ塗装してあっただけだったんで、いまいち、まあいまいちってほどでもないですけど、まあ普通なんですけどね。で、これをつけんと忘れてました。このここのパイプがね少し緩いような気もするけど、しっかり締めればいけなくもないのかな、少し緩いような気がするんだよな。ちょっとまあ一回締めてみるか。すごい高いっていうものではないんで、もしねどうしても緩いとかで微妙ってことになったら、ちょっとこのねサドルクランプを探すたびに、基本的には規格は全部一緒なんで大丈夫だとは思うんだけど、まあ、今回もちょっと、まあ、このくらいにして、あとはね向こうのフィットボックス本体の方に取り付けてね締めていきたいと思います。はい、しっかりとね止まりました。大丈夫でしたね、ここの部分もしっかりと止まって、まあ下がねガクガクしちゃうのはこれがしっかり止まってないだけか。はい、これで大丈夫じゃないかなと思います。またねギシギシになったらちょっと違う対策をね考えたいとは思うんですけど、まあこんなもんでしょうということで、今日からねこれで乗ってみます。はい、こんばんは、ジェイクモです。今日はねじゃん、 TY ハーバーのね IPA を飲みながら、ちょっとね先日 Amazon に注文してたものがいろいろ届いたんでね、それの紹介をねしていきたいと思います。ということで開けていきましょう。で今ね手元に栓抜きがないんですけど、この栓抜きをねこいつこういうね棒があれば栓抜きって開けることができるんですよ。これねこのね瓶の縁にこう親指を当てて、親指のところをねこんな感じで引っ掛けてやって、でここをテコの原理で、これ柔らかくてなんだまあ割り箸とかがあればいいんですけど、あとこういうね棒を使ってここにこういう風にね当てて、こうやってやるとはい、栓抜き代わりに、割り箸がね栓抜き代わりになりました。このねやり方も覚えておくと
例えばね、キャンプとかどっか出かけた時に、あの、なんていうの、栓抜きないわと思って探してる時にね、あの、割り箸1本とか棒切れがあればね、できるんで、ぜひやってみてください。ちょっとね、これの難点としては、ここのね、テコにするところ、慣れてないとね、結構痛いんで、もしあれだったら、なんかここに板とか当てて、まあ布とかね、当ててグッてやってれば、そうすればね、すぐに大丈夫。痛くないと思います。じゃあ、乾杯。うん。美味しい。これね、経過爆酒ってやつですね。TY ハーバーのシーズナルビールですね。最高。まあ、こういうね、エール系は、これ賞味期限が9月21日ってなってるんですけど、中で発酵しちゃうんでね、なるべく早く飲んだ方が美味しいんですよ。もったいないからって取っておくとね、味が劣化しちゃうんで、どんどん飲んじゃいましょう。汗が、びっちょびちょになっちゃう。今日もお風呂、さっきまで入ってたんでね。で、今日はおつまみに、これ。たくあんなんですけど、今日イオンで買ってきたんですけどね、なんかすごいやたら美味しくて、たくあんの、まあ、大根の辛み成分、ちょっとケミカル臭するじゃないですか。で、それがね、適度に残ってて、で、歯応えもあって、その、塩辛さがちょうどいいっていう。なんか、茨城県産の大根を使ったみたいなやつだったんだけど、どっかに、ホームページもあんのかな。結構気に入りました。最高に、最近ね、たくあんにハマってて、いろいろ買ってるんですけど、最近買った中では一番かな。はい、そんなことよりね、Amazon で買ったもの、じゃーん。いろいろね、今日届きました。今日届いたのはね、なんだ、サドルのね、サドルクランプもあるんですけど、まあ、それも取り付けちゃったんでね、他のもの。で、まずどれからいくか。これから、はい、じゃん。サラテクトリッチリッチ30。これがね、虫除け成分で、認められている、ディートっていう成分のね、配合率。30% っていうね、最高のね、濃度で入っているっていう、そういうやつですね。これ毎年買ってるんですけど、僕、まあ、キャンプとかね、まあ、アウトドアを趣味にしてて、よく行くんですけど、これをね、つけてて、刺されたこと一回もないですね。で、しかもね、マダニにも効くんですよ。なので、まあ、これからね、外に出るシーズン。まあ今はね、家の外、まあ家の付近しか行かないんですけど、結構ね、なんていうの、蚊とかって、自分のね、服とかこういうところとかに付着してね、来ちゃうんですよ。なんで、外に出て刺されなくても、家に蚊をね、持ってきちゃうっていう場合が多くて、だからね、これを体に振りかけてね、出かけてます。近所に散歩行くときでも。意外とね、ほんの10分とか、そのぐらいでもね、体に蚊がついてきたりとか、マンションのエレベーターの中とかに蚊がいたりとかして、そういうのがね、くっついてきちゃったりとかするんですよね。なんで、これ。まあ、アウトドアにあんまり行かない人、でも家の周りとかね、うろうろする人はぜひね、買ってみてください。そんなに高くないんでね。ただ、ちょっと注意点として、このね、ディートっていう成分がちょっと強くて、子供何歳以下とかだったかな、結構ね、ちっちゃい子とかには使わない方がいいよっていう、そういう製品なんで、そこだけはね、注意してください。はい、次はね、これ。これはね、ちょっと開けるか。こんな袋に入ってるか。わからない。はい。これはね、なんかいろいろくっついてんぞ。はい。これはね、まあ、あれです。こんなね。
まあ、買い物袋なんですけど、これがね、今僕が持っている買い物袋ね、もうすでに持ってるんですけど、これがね、いいのが、このね、まあ、広げるのも簡単だし、こんな感じでね、物が入るんですよ。で、なんですけど、畳むのがね、ここね、両サイド引っ張って、こうやってやると、そうすると一本の板になるので、適当にね、くるくる巻いて、で、ここのね、端っこについている、このゴムバンドで、こうやって留めてやると。それだけでね、ちっちゃくなるっていう、すごい手軽さがあるんですよ。ただね、もっといいことがあって、このね、なんていうの、こういうね、横幅がね、広いんですよ。これね、マチ付きなんですよね。マチ。なんで、マチってね、底の部分が平たいっていうね。で、これね、お弁当とか外で買ったりとかすると、寄っちゃうじゃないですか。寄り弁とかしちゃうじゃないですか。それがね、嫌で、今、でっかいやつ持ってるんですけど、それだとね、どうしても、例えば、スーパーでお寿司買ったりとか、なんかしたときに、このベローンって全部ね、やる気なく、上にね、乗ってる具とかもね、ネタとかも、寿司のネタとかも、全部剥がれちゃったりとかして、悲しい思いをするじゃないですか。で、そういうのがね、これ、こういうね、マチ付きの、なんていうの、買い物袋があればね、解決できるんですよ。なんでね、これを買いました。値段的にはね、700円ぐらいだったかな。そんな高くないですし、ちっちゃいやつなんでね、普段使っているバッグにね、忍ばしておけばいいんで、今持ってるでっかいやつと合わせてね、これを持っていけば、いろいろ便利なんじゃないかなって、そういう感じですね。これはね、商品、まあ、今日紹介するやつは、まあ、全部、概要欄に貼っとくんですけど、これはね、シュパットっていうね、そういう名前のやつですね。一気に畳めるポケットブルバッグって書いてありますね。こんな感じ。シュパット。これね、実際にはね、奥さんがこれもう元々買ってて、なんか外出た時にフランフランで買ったって言ってたんですけど、使わせてもらったりとかね、あとティーワハーバーとか行って、隣のね、ティーワハーバーの隣の、リリーケークスとかでケーキ買ったりとかするときに、これね、これで運ぶとね、崩れないんですよ。なんで、すごく便利。普通に買い物袋とか、なんか入れてくれたりとかもするんですけど、それよりも全然便利なんでね、丈夫ですし、すごくおすすめですよ、これ。はい。で、次が、これ。はい、これ。これ、ドレメルっていうところからの、これね、ポリッシャーですね。で、それと合わせてね、これ。この間、紹介した、リンレイのウルトラハードクリーナーのタイプが違うやつですね。これはね、防カビプラスとかやつで、これはね、研磨剤が入っているタイプじゃなくて、成分的には、なんていうんだろう、水の中に入っているミネラル分と、あと石鹸がね、融合して、金属石鹸っていうタイプに、なんかお湯とかで溶けづらい石鹸とかになったやつを、これで溶かしてくれるみたいなタイプの、そういうね、洗剤ですね。このね、前回買ったこのウルトラハードクリーナー、このね、研磨剤が入っているタイプ、これがね、すごい良かったので、ちょっとね、こっちも、実はすごく使えるんじゃないかと思って、買ってみました。もしかしたらこれね、前はね、これで壁を磨きましたけど、これでもね、いけるんじゃないかなと思って、ちょっと実験してみようかなと思ってます。はい。でね、それとこれ。これはね、Amazon プライムデーで買ったんですよ。で、これがね、ポリッシャーはね、これがね、届いた時に、このポリッシャー使って磨こうと思ったんですよね。これか、これと、あと、ピカール。
あの金属磨きのね、あの研磨剤があるんですけど、研磨剤っていうかね、コンパウンド、あのピッカピカにするようなね、そういうやつがあるんですけど、これとこれプラスピカールとこれでね対決しようと思ってたんですよ。なんですけどこれでねもう良くなっちゃったんで、これはね本当はね、あの同時に頼んだんで、一緒に来てくれれば試せたんですけど、なかなかねこっちが今日になって届いたんで一緒に試せなかったんですよね。で、じゃあなんでこれキャンセルしなかったかっていうと、他のところでも結構ね洗えるかなと、使えるかなと思ってて、まあ、スポンジとかちょっと硬いスポンジ、もうこれもゴワゴワのたわしみたいになってたんですけど、あとこれはねブラシっていうのがあって、これも防水性能があるんで、シンク周りとかもねいろいろと綺麗にできるんじゃないかなと。あとはなんか、まあ、それこそねピカールとかでなんか他のもの、このポリッシャーでね磨くと、このポリッシャー自体はね結構ハイパワーで低速回転で、まあ、ちょっと開けるかな。このねブリスターパックっていうの、この海外製品とかで多いけど、こういうねプラスチックのケースあんまり好きじゃないんですよね。そもそも開けづらいですし戻しづらいっていうね。で入ってるのはこれ、この本体ね、ちゃんと回るな、こんな感じで、ね、でこのブラシね、ブラシとちょっとこんな感じ、まあ、そんなにね回転速度は速くないですよね。それかこのブラシかこういうね、ここにマジックテープがついてるタイプのやつで、このマジックテープがついてるやつでこういうねスポンジの裏がマジックテープになってるんで、こんな感じで貼り付けてこういう風に磨きますと、そういう感じですね。これはねあれか、これはねこうやって汁がね飛ぶのを防ぐやつですね。周りにこんな感じで、こうやってね周りにつけると、これをねこうやって当てた時に周りにね汁がシュパシュパシュパって、まあ、遠心力で外に飛んじゃうんでね、こんな感じで飛んじゃうんで、それを防いでくれるやつ、周りを汚さないようにするっていうね、そういうやつですね。意外といいな。で大きさ的には結構ね手に馴染む感じですね。僕の手にちょうどいい感じのやつなんで、まあちょっとまあお風呂で使ってみないとわかんないけど、お風呂とかねシンクとかで、あとねはい、あとね一個出し忘れてた、これも届いてたこれこれのアタッチメントで、じゃあこれしかもねこれねこれよりも先に届いてたんですよ。だから今出し忘れてたんですけど、これはねもう完全に研磨剤とかを塗って使うタイプですね。これを使ってまあ、ちょっともしかしたらなんかね金属パーツとかをねこれで磨いてみようかなと思います。鏡面仕上げとかね、ピカールで鏡面仕上げができるんでちょっとやってみたいなと思いますけど、なかなかね作りとしてはまあ、ドレメルってねいろいろと工具とかね電動工具とかいろいろ出してるメーカーなんで、堅牢性はね中華製品のよくわかんない、まあ、ドレメルってね、ボッシュの方が有名か。ボッシュの中の、なんていうの？ブランドみたいな感じなんで、
ボッシュの方が有名かもしれないですけど、工具製品とか、まあ、そういうのを出してるメーカーなんでね、あのかなりその耐久性とか機能に関しては信用が置けるんで、これを買ってみたんですよね。あの中国製品の安いやつがいっぱいあるんですよ。まあ、それもね、これもそんな高くなかったんですよ。5000円かね、7000円ぐらいしかしなかったんですけど、そういうね、あの、なんて、中華製品とかのやつも、中華製品とかのやつでもっと安いやつとかもあるんですけど、前にね、一回買ったことあったんですけど、すごいパワーがなくて、すぐ止まっ、なんか押し付けるとすぐ止まっちゃうし、あの、バッテリーのへたりもね、すぐ、全然ダメで、電池もすぐ切れちゃうっていうね、そういうね、全然使い物にならなかったものなんで、なんでこれを買ってました。まあ、これをね、どうかなと思ってたんで、なかなかね、買うのに踏ん切りつかずに、欲しいものリストに入れっぱなしだったんですけど、まあ、今回ちょっとこれをね、これをテストするために一緒に買ってみましたまあ結局これで良くなっちゃったからね、あれなんですけど、はい、という感じです。まあ、いろいろと買ってみてね、どうなのかわかんないですけど、まあ、まあどうなるかわかんないですけどね、これで生活が改善するといいなと思ってます。まあとりあえず使ったことがある中ではこれがね最強なんで、ほんとね、いろいろ巷にある虫除けスプレーなんて火じゃないほど効くんで、もうぜひね、もう絶対刺されたくないんだったらこれ使ってください。本当に。これだけでいいです。これだけで。蚊取り線香とかね、パワー森林香とかいろいろありますけど、そんなんいらないですね。これだけでいい。本当に。まあもちろんね、空間でいなくなったりとかするから、蚊取り線香とかね、そういうのもいいんですけど、ほんとこれね、最強なんで、虫除けスプレーに関しては他のやつはいらないですね。ほんとこれ。ほんとこれ一本だけでいいと思います。っていう感じでした。リッチリッチ、このサラテクトのアース製薬の回し物みたいなこと言ってますけど、ナチュラル系のやつとかね、もうほんと全然効かないんで、しかも、あれ系のやつって、一回吹いて、で、そうするとね、その香り成分飛んじゃってすぐに。で、何回もつけなきゃなんないんですよ。それがね、いまいちなんですよね、ほんと。これとかね、もう一日本当に、まあもちろん、その汗で流れちゃったりとかするんで、汗かいたりとかしたらね、もう一回かけ直さなきゃなんなかったりとかするんですけど、ほんと一日大丈夫なんでね。ぜひ購入してみてください。